ムミア・アブジャマールムミア・アブジャマールは警察官を殺害したとして死刑判決を受けた政治運動家、ジャーナリスト。1982年よりペンシルベニア州の監獄に収監され死刑執行を待つ身であったが2001年に連邦地方裁が死刑判決を破棄。しかし有罪判決自体は維持したためアブジャマールは未だ無期限の保護監督下にある。 アブジャマールの免罪を訴える運動は、反グローバリゼーションや死刑廃止論など、左派の人々及び黒人民族主義者に広く支持されている。アブジャマールの支持者は、彼が10代の頃ブラックパンサー等の高官であったため、大衆に支持されている政治組織を乗乱し破壊することを目的とした FBI の極秘プログラム、コインテルプロのターゲットにされたのだと主張している。 2001年、アブジャマールは、パリ市長ベルトランド・ラノエにより最初の、パリ市名誉市民の称号を与えられた。この称号は、基本的自由のための戦いを称えると同時に、称号授与者を保護することを目的とするものである。アブジャマールが獄中で書いた、手記の翻訳、死の影の谷間から、が2001年に刊行された。ありがとうございます。